にー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 入るよ。あれ、いない。ニーニー、またここ？ニーニー！こら！閉店してる場合じゃないよ！開店の時間ですよ！押し入れにこもって。暖房つければいいじゃん。また嫌なことでもあったの？でも言ってたの？なんだ、デタラメじゃん。もう
ねえ、ニーニー。本当は何か嫌なことあった？大丈夫？そっか。うん、行こう。今日は一緒に行く日なの。にゃ。あ。一緒に学校行くの久しぶりだね。そうだよ、ニーニー、ミアのこと置いていっちゃうじゃん。そうかな。相変わらずだな。朝っぱらからお暑いことこの上ない。冬の寒さも吹っ飛ぶな、おい。と、そう来るか？そう来ちゃう？釣れないね。新作が入ったから持ってきてやったのに。
親しき友のためにと思って持ってきたが、そう思っていたのは俺だけとはね。の変わり身っぷりだな。いいってことよ。むしろその食いつきを待ってたぜ。バリいいぜ。まあまあ慌てなさんなって。とにかく歩こうや。こんな話で遅刻じゃ商売上がったりだしな。まあちゃんと貸してやるから。様子見よ。冗談だよ冗談。森島先輩だよな、あれ。絵になる人だな。写真集が霞んじまうぜ。サンタコンテストで2連覇中っていうのも納得だよな。この間森島先輩に B 組の数が振られたらしい。ああ、もうじきクリスマスだしな。今年こそ好きな人と過ごしたい!なんて言い出してな。まあ3年生は時期卒業だしな。カズの気持ちもわからんでもない。しかもうちの学校、ありがたいことに大層なパーティーもあるしな。伝統行事ってやつらしい。頑張ってみるか。去年は野郎ばかりでバカ騒ぎしてたけど、今年はさ、それっぽいクリスマスってやつだよ。でもさ、考えてみろよ。来年はそれどころじゃないかもしれないぜ。受験やら就職で。やらずに後悔するよりも、やって後悔した方がいい。座右の銘。いろいろあるんだよ。まあそれが俺の味だからな。とっとっと、そいつは言えねえよ。特にこんな場所じゃない。俺は俺なりに頑張るぜ。俺たちは何朝っぱらから道路で語っちゃってるんだろうね。行こうぜ、遅刻しちまう。
まあ、3年生は時期卒業だしな。ん？どうした？なんだよ、写真集ならちゃんと貸してやるぞ。どうした？え？おいおい、マジかよ！動かざること山のごとしのお前が？いや、すまん。ダメなことはない。むしろ、俺は嬉しいんだよ。だって、お前。いや、なんでもない。同志が増えて嬉しいぜ。よっしゃ！今日は対策会議だな。今からクリスマスまで、そんなに時間はないからな。俺が独自調査で得た女の子との接し方を教えてやるよ。どうした？ノリ悪いぞ。当たり前だ。兄貴の部屋にあったいろんな雑誌読んだからな。まあそんな顔するな。後できっちり必殺テクニックを伝授してやるから。やべ、よれだ。急ごうぜ。へえ、間一髪だ。お、待ってましたよ、まやちゃん！今日もお美しい！梅原くん、私のことは高橋先生と呼ぶように。わかりましたか？ういっす。返事ははいで。もう遅刻ギリギリで入ってきて。早く席に着きなさい。の実行委員を選出します。高橋先生、実行委員ってなんすか？なぜ2年生であるあなたが実行委員のことを知らないの？すいません。まあいいわ、説明します。毎年12月24日にクリスマスパーティーが開催されるのは知ってるわね。これは学校近隣住民および父兄との交流を目的としています。いわば師と生徒によるイベントです。クリスマスイブに行われるのは学校の創設者の誕生日が12月24日だから。そんな理由からこの行事は通称創設祭と呼ばれています。わかりましたか、梅原くん？ものすごくわかりました。返事ははいで結構です。創設祭では一般市民のバザーや生徒たちによる模擬展なんかも出展されます。校内の飾り付けやプレゼント大会と、軽くあげてもこのくらいあるわ。ですので創設祭は毎年クラスから実行委員を選出し、
管理運営を行うことになっています。さらに今年は昨年までの実績によって市からの協力を得た一大イベントに昇華されているの。大変そうっすね。楽ではないわね。はい、それでは誰か実行委員に立候補する人いる？誰もいないの？あ、もし誰もやらないのでしたら、私がやりましょうか。私に務まるか正直自信はありませんが。よっ、さすがクラス委員長。梅原くん、黙ってなさい。ウィッス。綾辻さん、いいの？クラス委員と掛け持ちになるわよ。大丈夫です。クラス委員の仕事はだいぶ慣れましたし、この時期はあまり仕事もありませんから。さすがね、綾辻さん、助かるわ。いえ、そんなことないです。はい、それでは実行委員は綾辻さんにお願いすることにします。綾辻さん、よろしくね。はい。皆さん、至らぬところも多いと思いますが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、拍手。おい、うん、さっきの必殺テクニックの話だが、もちろん、だがその前に、必殺テクニック伝授のお題はお宝本2冊でよろしくな。何がバカなもんか、安いもんだろ。いやいや、俺が欲しがってるお宝本知ってるよね。桃栗三年写真集とクリームソーダデラックスで頼む。もう十分見ただろ。よし、交渉成立だな。じゃあ、お宝本を持って校舎裏に来てくれ。人前でするような話じゃねえだろ。それによ、こういうのは雰囲気が大事なんだよ、雰囲気。よろしく頼む。
お、よく来たな。おー、悪いな。うほほ、相変わらず魅力的な表紙だな。そうだね、すまね。よし、それじゃあとりあえずお前にこのメモを渡そう。そうは言うが、一回の説明で済むほどお前の物覚えは良かったか。だからメモにしたんだよ。ほれ、とりあえず見てみろよ。何か困ったらメモを見る癖をつけろ。時間はかからないし、いろいろな状況に応じた説明が書いてある。なあ、頑張ろうな。二人でさ、頑張っていこうぜ。俺はやるぜ。やってやる。今年のクリスマスは可愛い彼女と甘く過ごそうぜ。よっしゃ、行くぞー。